おー、懐かしすぎるでしょ、この画面。いやー、めちゃくちゃやってたなー。あー、なんだなんだ、今どの状態だろう。ちょっと見てみようかな。リーグカード、あー、またパリピな感じで。この辺で一つチャンネル登録高評価の方ポチッとお願いします。配信もポケモン配信の方をやっていったりするので、よかったらね、遊びに来てください。じゃあ行きましょう。本日はどちらに行かれますか？冠雪原駅。これ多分配信でやろうと思ってたんだよ、思ってたんだけど、なんかその時期はね、他のゲームで忙しくてできなかったですね。だってピカチュウ推しなのに、サトシのピカチュウ大好きなのに、サトシのピカチュウをゲットしてないんですから、よかったらください。君って冠雪原初体験でしょ。私ここいらでポケモンの生態を研究してるんだ。ポケモン図鑑アップデートするから一緒に調査してくれない？すごいナンパの仕方だよね。駅のホームで待ってるんだよ、誰が来るかもわからんのに。え、可愛くない？寒っ。え、可愛くない？もしもし、そこの少女、しつこい親父に絡まれて困ってるの、助けてちょうだいよ。俺の名はピオニー。ここで急なバトルが始まります。ポケモントレーナーのピオニーが勝負を仕掛けてきた。その顔腹立つな。ポケモントレーナーのピオニーは大王道を繰り出した。バトルしていきましょう。はい、シャンデラの炎の体。そうだ、吹雪いてたんだった。そういや、シャークちゃん、マックスダイス穴っつうとこに行きたいとか言ってたよな。パパに追っかけてほしいんだろうな。よっしゃ、パパも今行くぜ。待ってろ、シャークちゃん。うざいな、あんなパパ。ここがマックスダイス穴。一匹だけなら連れて帰っても大丈夫。好きなので行こう。若者も、これで行きまーす。なるほど。巣穴のか、水タイプ。水タイプ？水くんかな。フェアリー行こう。バリアードです。炎の近い！ナイス！入れ替えるかって話でしょ？手持ち入れ替えたい。フェアリータイプだから、こっちへ行きたいかな。レパルダスか。よし、捕めた。ナマズンか。最後がスイ君だからね。さあ、やってきました。水タイプの伝説ポケモン。スイ君だー！オッケー。いや、待って、硬くない？スイ君。ナイス！あと一発、マロがダイヤシットを入れて、これで、どう？ギリギリいけたー。ダイブボールで捕まえておきたいっていう。可愛いからね。水タイプ入れちゃうよっと。えい、入ってー。やったー、スイ君捕まえたー。連れて帰るポケモンを一匹選びましょう。いや、もうスイ君一択でしょ。シャクヤっていうのか。よろしくね。そっちの名前はマーロだよ。超名前似合ってる。親に感謝じゃん。笑ってない？伝言とかもろもろ親父のことお願いねー。ということで、親父を託されたわけですね。フリーズ村、もしあなたも、おぉ、何これ、なんて読むの？お調べに。マロ、こっちだこっち。ここに止まってんのかな、ピオニーは。ここポケセンないですかね。うおー、かわいい。でも好き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 。さてと、俺たちピオニー探検隊の目的を説明する。この地域の不思議な言い伝えがいくつかある。例えば、なんだかなんだかの王と呼ばれる頭がでっけえポケモン、はたまた伝説の飛ぶポケモンが集まる赤くてでっけえ木、あるいは変な遺跡に眠る点々の巨人どもなどなど、香ばしい伝説がわんさかあるのだ。そいつらが真実かどうか実際に確かめ尽くす。それこそが我らピオニー探検隊の大大大目的なのだ。サバイバルセットいただきました。着替えた。あ、可愛いかもしれん。黄色だったらよかったな。お揃いかよ。この探検は名付けて神秘伝説の王と相葉の絆伝説。なんか古いな。ここから3つの分岐があるって感じでいいのかな。ほいほい。え、なんかどんどん言ってる。え、カムー、カムー。おお、どうした、なんだか探しいな。頭でけえ。実はてわー、なんか召されましたけど、憑依された。我が雪原で作物を育てるのに適した土地は、一つは冷たく清らかな雪深い土地の畑、一つは死者を弔いし墓標の傍らにある畑。王様のお馬ポケモンのお歌歌って、かわいいな。真っ白はバレンボー、冷たい人参食べた。真っ白は氷の色、冷たい野菜をむしゃむしゃ。真っ黒はバレンボー、黒い人参食べた。真っ黒はゴーストの色、黒い野菜をパックパック。この畑に人参の種をまきますか。ピオニー、安定だね。畑の一つにたどり着いたのであるな。この畑には黒い人参が実る。遠い昔の記憶で曖昧なのであるが、確かゴーストタイプのアイバがよく食していた野菜である。ポンポン、今こそ力を見せようぞ。え、可愛いんだけど、なんか急に踊り出したで。ピオニーよ。なんか畑が青く、脈々と、お、本当に黒いね。よいしょのしょ、手に入れたぞ。人の子よ、よくぞやったである。その人参を用いれば、我が相葉をおびき寄せることかないし、あとは世の力を増幅する絆の手綱さえあれば、たやすく相葉を乗りこなせるが、もはや人間からあれを捧げられることはないであろう。お、来たぞ。
わあ、かっこいいじゃん。なんかやばそう。やめて。真っ黒なんだね。うわうわ、突進してきたぞ。相手はゴーストタイプか。こっち戦闘はシャンデラだから、同じくゴーストタイプ。お互い弱点をついてるな。バークロー、かっこいい。レイスボスはマロの黒い人参を狙っている。人参ならあげるのに。レロー、怒った？キャッキャー、危ない。お、どっか行っちゃったな。また黒い縦紙。おや、それは黒い縦紙。おとぎ話では王が咲かせる輝く花と相葉の縦紙を縫い合わせれば、王と相葉をつなぐ絆の手綱を作れるそうな。かくいうわしの先祖も昔は言い伝えに習って手綱を作っておったそうじゃ。人の子よ、これを。輝く花びらを手に入れた。めっちゃ疲れてる顔。今こそわしが村の伝統をよみがえらせてみせよう。くちくぬいぬい。全然ダメだったようじゃ。うりゃりゃりゃー、プランよ。できたぞ。これでいいか。できたの。ピオニーが作っちゃうの。詰めて水が出てきちまう始末。俺はどうびっくりしてすっぱだかのまま。てわわー、喋ってる最中ですよ。人の子よ、絆の手綱は作れたであるか。バッチリ。ああ、嬉しいや、嬉しい。嬉しいことは続くもの。要は先ほど相葉の居場所をついに突き止めたである。レイスポスは冠神殿を根城にしているである。かつてヨウとアヤツが共に過ごした場所を、絆の手綱と人参を携え登ってきてほしいである。あー、結構遠いかもしれないな。だったらちょっと寄り道しちゃおうかっていうことで、近くにさ寝床があったよね。そっちを先にね行こうかな。ここここ、巨人の寝床。ここ行こう。もしもし、俺だ、ピオニーだ。調子はどうだ。伝説の巨人がいるって噂のあれだぜ。しかしよ、謎の言葉が書かれた扉が開かねえんだと。つまりあれだ、その探検は名付けて発見、開かずの扉と伝説の巨人伝説。なんか毎回ああいうタイトルコールみたいなのが入るんだね。おや、扉に文字が書いてある。鋼の巨人を呼び起こす音を響かせよう。音ってなんだ。音、チリンチリン、口笛。開いた。これで入っていけばいいのか。え、なんだよこれ。こういうこと。わお、鋼の力を感じる。ジジゼジゾ。おー、懐かしい。レジスチルだよ、レジスチル。ここで会えるとは。お久しぶり。さて、ちゃんと捕獲していきたいね、これは。でもレベル70でしょ相手。これどうなんだろう。炎の渦しちゃうと死んでしまうかな。ちょっとわかんないな。でもレポートしてあるから一回撃ってみよう。あ、持つね持つね持つね。オッケーオッケーオッケー。これなら、あー、耐えろー。うおーあー、これはもうダメだ。ちょっとハイパーボールでいこうかな。もうこれで入ってくれないとダメっすね。じゃあこれみんなやるよね。なんか調べたところ、倒しちゃっても床のスイッチを改めて押すと再挑戦が可能らしくて、まあ、とりあえずマロはボールを消費しないようにしているってことで、リセットはね。なんだ、全然捕まえられない。ルートライマウント。とりあえず念のためクイックボール投げてみて。まあ無理だと思うけどね。クイボン投げてみていけばいいねって思いながら無理で、え、こんなことってあんの？ってことでレジスチルゲットしちゃった。これクイックボールめちゃくちゃ大事かもしれないな。こんなに捕まえられなかったのに、クイボ投げた瞬間捕まっちゃうんだよ。いや偉大だわ。よし、ということでクイックボールの偉大さを知ったので、クイックボールを100個調達してきました。これでさ、出会うポケモンたちガンガン捕まえていけるよね。まあこの子捕まえてるんで逃げます。変わらずの石が5個ので、出せで行こう。持たせてあるから開くと、岩の力、ザザザリザ。さあとりあえずクイックボールを投げてみます。さっきレジスチルでいけたから。そうだ、全然ダメでした。改めましてよろしくお願いします。いやー、これはクイボでぜひとも捕まってほしいところではある。レジスチルさんはクイボでいった。はい、2度目にしてオッケー、ありがとうございます。はい、時短いいね。これしかも捕まえれちゃうのがいいよね。よし、そんな感じでここ終了と。よし、レジアイスに会いに行こう。今はレジスチル、レジロックまで捕まえてるんだよね。だったら残るはレジアイス。残るはじゃないか、4枚あったはずだもんな。着きました。次レジアイスのとこだよ。命ある雪の結晶と共に歩け。これがフリージオです。さあ、氷の力を感じる。ジャキー、こっちジャキーなんだ。かわいい、レジアイス。え、なんかかわいい、他に比べるとなんかかわいい、たまらなかわいいって感じ。とりあえず一旦クイボを投げてみたいと思います。てかクイボで入ってくんないとリセットかけるよ。よし、いい感じ、いい感じ、いい感じ。これで捕まえられれば、なおよし。来た、これで3体目ゲット。着いた、ここだね。おや、扉に文字が書いてある。岩の巨人、氷の巨人、鋼の巨人、3つの巨人集まりしとき運命の扉開かん。手持ちにいるからね。こうか。選んだのはレジエレキエ、電気の力を感じる。もういい加減終わりたい。
敵は食いぼなの。でも入ってくれないの。まあ多分黄色の体力の時点で良くないしな。やっと入った。やっとです。3つの巨人集まるしとき運命の扉開かん。岩氷鋼の巨人を集めると扉が開き巨人を選んだ。これでピオニー隊長に報告しに行けばいい。だいぶ時間かかりました。動画では多分あっという間になってたはず。着いた。さあやってきた。この辺だ。来たぞー。バドレックスに会いに行こう。ピオニーここにいたか。人の子よ待ちわびたぞ。冠神殿はかつて世が住んでいた場所。レイスボスは力を失いし今の世を侮り、ここを根城にしているのだ。おう、絆の手綱持ってきてくれたであるな。絆の手綱渡して、この手触り、この色ツヤ、ああ懐かしや懐かしや。レイスボスはとても気ぐらいが高いポケモン。あやつ以上の力を見せぬば主として認めてくれぬが、絆の手綱を用いて直接世の力を送り込む。さすればあやつは再び世に寄り添ってくれるである。さあ人の子よ、相場をおびき寄せるため、あれの寝床にあるカゴや黒い人参を置くのである。小太郎は一人暮らしの小太郎キュンみたいな話し方するよね。黒い人参を消えますか。置いて、足音変わってる。気づいた。おお喜んでるわ。かわいい。おお頑張れ頑張れ頑張れ。ナイス。わあすごいじゃないか。かっこいいね。え、かっこいいね。姿形が。なんじゃこりゃ。頭でけし。乗ってるし。げえ、喋った？なんだよ。カムルーム、カムンバ。つうか、お前さんは一体何者ってまた来たーってよよよ。人の子よ。お主らのおかげで世の元に会えばが戻った。今の世を捉えることができたなら、お主を認め、その道に力を貸そうぞ。捕まえたい。ちゃんと力試しをした上で自分の手持ちに入ってくれるっていうのはすごくいいポケモンだよね。気持ちが通いそう。もう仲良しでしょ。ジンバ一体。よし。いや、ダクボから出てきてほしいけどな。ダークボールから出てきたらかっこいいんだけど。ダメか。タイマーボール。あー、来た。まあ、まあいいかな。タイマーボールでも。よし。バドレックス、かっこいいな。エンペラーポケモン。高さ 2.4 メートル。重さ 53.6 キロ。結構軽いな。やっぱゴーストタイプだからかな。黒馬城の姿。過去未来すべての出来事を見通す力で隕石から森の生き物を救ったらしい。人の子。いや、マロよ。これからよろしく頼むであるぞ。マジ小太郎。次は、伝説山頂かな。川を渡って、あのでっかい赤い木でしょ。あ、すごい。なんだこれ。桃？桃の実？何？お、なんか飛んでるよ。あれは、ファイヤーでは。おーおーおーおお、食べてる食べてる。何？え、サンダー。サンダーとファイヤー。なんかマロが知っているサンダーとファイヤーではないな。おっと。一瞬ルギアかと思ったけど、カラーがね、フリーザー。やばい、バレた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 。静かにして。あー、やばいって。これはまずい。攻撃はされないで済んだ。サンダーって飛ばないの？すごいね。最初助走をつけるんだね。どうせピオニーだよね。もしもし、俺だ、ピオニーだ。やはりチート聞きてえことが。隊長、テレビで大ニュースだ。変な鳥ポケモンが各地に現れたってよ。ギザギザしたやつはワイルドエリア、メラメラしたやつは鎧と、シャナリシャナリしたやつは冠雪原を飛び回ってるらしい。俺がメモに書いた鳥ポケモンどもだったりしてな。だとするとあれだ、その探検は名付けて目撃、大樹に集う伝説の鳥伝説。伝説が重複してる。今の状況を書き記すと、大々のポケモンはワイルドエリアへ、黒いポケモンは鎧島へ、紫のポケモンは冠雪原へ。よし、じゃあ来ました、ワイルドエリア。さあ探していこうか。サンダーらしきものがいたら、いる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 ぞ。あれあれじゃない、あれでしょ、あれ。よし行こう。あ、え、待って、はや、ちょっと待って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 。これさ、ダッシュして追いつけるのかな。他のポケモンにぶつかったら結構時間が食う気がするな。え、なんでサンダー飛ばないんだろう。なんで走ってんだろう、あれ。え、これ追いつけるの。ちょっと近道とかしないと無理か、これ。え、右行ったけどさ、これ左から行けない。あ、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 追いつけそうじゃない。あ、でも追いついてきてるよね。もうちょっとな気がする。いや、あと1か。え、急に立ち止まる。急に諦めるじゃん。エアスラ入れとくか。大丈夫でしょう、多分。やられはなー。なんで。はい、では再びよろしくお願いします。サンダー寝ました。寝たんだけどさ、眠って体力満タンとかかなり健康体だからね。こんなの捕まるわけない気がするんだよね。冷凍ビーム入れてみるか。冷凍ビーム。よし、ちょっとレベルボール投げてみます。おしゃぼ、どうかな。おお、やったー。
レジ系より捕まえやすかった気がするんだけど、気のせいかな。剣脚ポケモン全然格闘と飛行だって、サンダーって書いてるのに電気の出の字もないからね。300キロで山をかける、そもそも飛ぶ気がないのかもしれないね。こっちで先回りしたらいいんじゃないかな。あ、視界入った、入った、視界に入った、ナイス、来た、野生のファイヤーが現れた。行っといでバドレックス。あー、不意打ち来た。うわー、悪タイプだよ。効果がないということは、相手は完全に悪タイプなのではないか。これはバドレックス眠ったぞ。ドリームボール投げちゃう。いやー、おしゃぼが消えた。無理そうでもあるけど。ですよね、ファイヤー起きちゃう。ちょ、そろそろ決めたくない。エアスラ打ってみるか一旦。行かない、悪い子だから網にかけちゃうよっつって。ですよね、悪い子だからダークボールに入れてみようかな。悪タイプだからダークボールから出てきたら割とかっこいいと思うんだけど、ダメですよね、起きてるからね。マスターボール使いたくないのよ、取っておきたいじゃん。いやー、ハイパーボールでいこうか。実は一番使いたくないボールナンバーワンなんだけどな。いやー、マジで全然入ってくれないじゃん。タイマーボールワンチャンもう一回いけるかもしれない。これ今寝てるし、寝てたらいけたりしない。いけたー、疲れたよ。ファイヤー、ダークポケモン、悪と飛行、もう完全に名前だけだね。カラルの姿、邪悪なオーラを炎のように燃え上がらせる、その姿からファイヤーと名付けられて、全然火は関係ない。いいね、優雅にと。ちょっと待って、そっち行くの、ちょっと待って、聞いてないそれ。待って、フリーザさん、せっかくいたフリーザはどこ行ったの。あ、いたいたいた、なんか止まってるよ。お、なんだなんだなんだ、これが本物か。見てなかったんだけど。なになになに、消えた。わあ、びっくりした、合ってたってこと。何タイプ。ここで一旦恒例のクイックボールを投げていきましょう。クイックボール、はい。まあ食い物なんて入りませんよね。最高キネシス入れてみようかな。効果が今一つ、同じエスパーかな。なんか浮遊の仕方が飛んでるって感じではないんだよね。最高かった。あ、やっぱり相手はエスパータイプだ。ということで冷凍ビームちょっと打ち込んでおこうかな。あ、目覚ましたんだけど。やだ、怖い、無理、やだ。冷凍ビーム、えい。ちょっと待って、待って待って待って、外れだったってこと。嘘でしょ。先頭にレジアイス置いて、さっき冷凍ビームが結構入ってたからさ、これで分身される前にレポートかけて耐えてくれればいいなってところだけど、ちょっと待てよねえ、空気読んでマジでさ、ねえマジで。お仕置きや、これでフリーザーの方残るよ。オッケー、見てよ、これこれこれが正解、これこれ。オッケー、さて戦うじゃなくて恒例のクイックボール投げー、ほい。はい、やっぱり無理でした。相手レベル70、こっちレベル71で効果抜群とはいえ、冷凍ビーム、どうだ、冷凍ビーム。さあ、最後までは持ってかれないと信じて。ナイス、これはでかい。これで攻撃数に変更、あくび、ヒーローメーターで眠り、何で捕まえるか。マス棒投げればすぐなるんだけどさっきよりもターン増えてるわけだし、もう一回行こう。タイマーボール、もう一回。なんかどんどんタイマーボール使えなくなってるじゃん、どういうこと、何それ。今度はレジスチルを出して効果抜群じゃない攻撃を入れてみるとか、ラスターカノンとか。ラスターカノン、いやー大丈夫かな、耐えた。一旦ハイパーボールにしようか。ハイパーボール投げて、これでダメならタイマーボール行こう。ダメだね、チャンスもなかなか加算できたけどな。タイマーボールで入らなかったらもう入るボール、マスターボールしかないよってところ。ナイス、だ、お疲れ様でした。フリーザー冷酷ポケモン、エスパー飛行、凍りついたかのように体の自由を奪うビームを打ち出す、フリーザーの名を持つポケモン。そういう意味のフリーザーなんだ。報告しよう、今のでピオニープレゼンツ伝説探検ツアー全部達成したんじゃねえか。うわー、めでてーな。こりゃあれだ、どすげーよ。感謝の印にこいつを受け取ってくれ。ピオニーのレアリーグカードもらった、いらねー。さーて、これからはアナ娘と家族交流の時間だな。おい、待ってくれー、シャークちゃん。うざいな。おまけー、ゴールドセット。こんな感じになりました。マロのイメージカラーって黄色だから、もしかしたらこっちの方がいい説あるけどね。かわいいね。はい、ということで、ここまで見てくださり、ありがとうございました。3つの伝説を短くギュッと凝縮させて、雪原をまとめた動画がこの1本となります。総集編ってわけでもなく、一気に駆け抜けて、一気に編集をして出した1本の動画となっております。チャンネル登録、高評価まだの方は、ポチッと押して、また遊びに来てください。次の動画でお会いいたしましょう。またねー、バイバーイ。